こんばんは。今日は99回目の生アットマーク広島リアクティブリンクです。いつも噛んでいます。でもなんと99回目なんです。そうなんですよ。すごいです。すごいですね。はい、もう2年続いてるんです。その会に今日はまたすごく面白くて素敵な女性をゲストにお迎えすることができました。お名前は小和田佳子さんとおっしゃるんですけども、国際人記者クラブに属してらっしゃるの会長さんで、編集長さんで、アイデアマンで広島でいろいろな楽しいことを起こして広島を楽しくしようといろいろされてる女性です。で、今日は私は俳優写経に挑戦しようと思っているんですけれどもその他先生はハーバード大学イグノーベル賞日本版の国際2匹目土壌賞の何なんですかね、はい、をやっておられます。まあ、いろいろやっておられますので今からいろいろお聞きしますが、先生にちょっとバトンをお渡ししますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。私、大和田佳子と申します。そうですね、何から話しましょうか。ねえ、ゲストが多すぎて。そうなんですよ。先生、まずお名前も、はい、そう、佳子です。佳子です。そう、佳子さんって書いてあったので、本当はね、大和田佳子なんですね。佳子様の佳子なんですが、これは私のペンネーム、それからおことやお花やね、それから新聞記者の時のペンネーム、全てね、ペンネームで加工になってるんですが、加工がペンネーム、はい、綺麗な名前ですよ。そうですか。ペンネームは加工で、本名が加工、加工、はい。じゃあ加工先生でいいですね。もう通りがいいのは大和田加工でね、それでインターネットでも大和田加工で引いたらですね、なんかいろんなこと出てます。はい、ねえ、でも何でもね、はい、好奇心だけがいっぱいで、下手の横好きですね。いやこれだけのアイデアはなかなか。そうね、知性を遊ばせ、感性のおしゃれ、はい、風雅の世界、これまで関心も興味もなかった世界、そんなあなたを歓迎します。シン君と私にくっつね。今日は2人が入門します。今日はね、シン君も普通は裏方で表には出ないんですけど、はい、今日はちゃんとカメラに、はい、勉強させていただきます。頑張って、初登場、初登場、ね、はい、頑張ってください、うん、じゃあまず先生、何から。そうですね、はい、今日はじゃあ皆さんにね、本当外国の方も広島にたくさん来られますが、写経、やはりね、日本でしかできないもの、ね、それにやはり興味を持たれるんですよね。けれども時間があまりないので、はい、どうしたらね、写経とか、その俳句とか川柳とかね、できるんだろうと思っていらっしゃる。それために私がね、独自の簡単に楽しくできる、それを考えたんですよね。そしたらお寺さんの長い漢字がいっぱいこうあるのをね、じっと座ってやるよりも、俳句と川柳、それらを短くね、まとめたのをやればですね、あ、こんなものかっていうのすぐ分かると思うのね。はいはい、そうですね。それからもう一つはやはり禅を、座禅というものもね、やはり日本へ来て、それで知って帰りたいという方いらっしゃるのね、でもお寺さんでやるとやっぱりあれもね、45分から50分かかっちゃう、それで私の方は短く5分でね、体験できるというね、でそれを考えましたので、今日はですね、ぜひそれをね、体験
写経をやったことありますか？ないです。座禅をやったことありますか？ないです。ないですね。はい、そしたらぴったしなのでね。ぴったし。それを今日ね、なさっていただきたい。はい。はい。はい。そしたらまずですね。はい。ちょっと大人の目が。座禅から入ります。はい、あ、座禅。ちょっと大人の目が。座禅から入ります。座禅ですね。はい。そしたら、ここにあの、瞑想、はい、禅。はい。海流と写経と書いてありますから、はいはい、ね、これですね、はい、あ、これですね、こちらに、ね、瞑想禅、はい、海流写経、はい、ね、はい、まずこの瞑想と禅の違いを申し上げますね、はい、瞑想というのは目を全部つむります、うん、そしてじーっとし、ね、静かさを延長します、うん、で禅は今度は目を全部つぶらないで半分ですね、よくあの大仏さんもこう半開きですね、はい、ああいうふうにこう半分開いて、そして1メーターか2メーター先をこう見ますね、で手はこう組んで丹前にしっかりと押さえて、そして背筋を伸ばし、それから息を吸って吐いて吸って、その繰り返しですね。ですからあまり変なことを考えますと体が動いたり笑ったりいろんなことになりますので、そうすると私がこの扇子を持ってますので横島な心がありますよというのでパチンと叩くね、そういうことになりますが、これでされないように背筋をスッと伸ばしておきましょう。ではあの今からですね入ります。それで私が時間が来ましたらこの鈴をですね鳴らします、はい、そしたら目をお開きになって普通にお戻りください。では今から本当は5分間ですが今から、はい、どうぞ。過ぎましたのでお開きください。はい、では写経に入ります。まずペンとそれから紙をその上に重ねて、はい、でここでですね、あのまず大事なこと、心を空にすることですね。ですから今から書くのを上手に書こう、その欲など捨ててください、ね、はい、それからこれを何を書いてるのか覚えよう、そういうふうな欲も捨てましょう。すべて心をね無にしてください。空にしてですね、ひたすら書く、ひたすら書きます。はい、では俳句から始めましょう。はい、覚えようとか思わず、うん、思わず、ただひたすら、はい、外国の方も書かれるんですよね、はい、上手に書かれる、上手って言ったら変だけど日本語なのに書かれるんです。いや、外国の方のは横のあれで別のがあるんです。あ、で
外国の方向けに、はいはい、これは日本人用ですが、日本人用の一番簡単な分ですね。あ、はい、段階がいろいろあるんです。文字を書くってね、無心になれますよね。いや、気持ちがいいですよ、さっきの禅は、うん、なんか身近ですね、その、はい、禅っていうとすごい敷居が高い感じがしますけど、なんかね、身近でだけどちょっとシャンとするというか、うん、そうですね、うん、おすすめしたいのはやっぱりね、子供さんたち、本当に静かにですね、黙ってこう書いている時の気持ちをですね、やはり体験してほしいですね、子供さん。まあ大人の方もそうですけど、居酒屋でね、いっぱいこう飲んでおしゃべりしてる、ね、想像したから禅って言ったらですね、先ほどのたった1分間ですごく落ち着きました。心が綺麗になりましたね。忙しくてね、バタバタしてたのが、なんかほんと力が抜けて、ああそうですね、ありがとうございました。生活に飛び入るよ、毎日やろう。それまで書かなくてもいいです。あとはこちらをちょっと、あ、こっちに、はい、川柳の方を次に書きます。はい、はいはい、私たちにとってもその写経もちょっと敷居が実は高いんですけれど、これだったらなんかちょっとした、ね、生活のちょっとした潤いというか取り入れやすい、日本文化に触れるっていうとかなりな敷居の高さだけど、なんか先生よくこういうものを発案されますよね。でもそうですか、ね、私はその外国へ行くまではですね、英語さまさまの気持ちだったんですね。ですから向こうの方々はなんとなくもうね、やっぱりこうね、一歩進んでる方と思って、だけど向こう行ったらですね、その日本のことを聞かれるんですよ。そうすると英語ができたって説明ができないんですね。例えば写経とは何ですか、俳句とは何ですか、川柳とは何、歌舞伎とは何ですか、いっぱい聞かれるんですね。聞かれることが日本のことなんですよ。そうしたらその日本のことがまず自分ではわからないわけですから、英語ができても説明のしようがない、それで帰ってきてから改めてその神社仏閣とかいろんな歌舞伎とかですね、でそれまでは漠然とやっぱり自分では分かってるつもりだったのね。だからやっぱり行ってみて初めてそこのね、大事だということが分かった。これでいいですね。そしたら今度はイロハニャコヘトを書きましょう。はい、はい、なんかでもこんなに丁寧に文字を書くっていうのもなかなかね、機会が持てないから、どうですかしんくん。今無心で書いてます。ごめんなさい、失礼しました。無心で書いてました。で、この48文字ですか？そうですね。これがね、すべて入ってるわけですよね。イロハニホヘと、ね。で、この例えば今はもうなくなったこのウイのイがありますね。これは昔のこれですね。それからエヒモセスンのこれは。ヨという字のあれですよね。これのこれも中に入ってるんですよね。これ美しいその言葉なのに、これを考えた方にね、私は本当にもうね、
う恐れるというか感心するというかね、素晴らしいこの意味を含めてのね、だからアルファベットの ABCD のね、あれにも意味があるのかどうか分かりませんけど、こんな深い意味があるとは思えないですね。そうですね、文字一つ覚えるのでも歌にしてあるわけですから ね、ええ、先ほどね、分かってるつもりだったけれども説明できなかったっておっしゃったんですけど、それは私もやっぱり普段分かってるつもりですけど、なかなかね、いざじゃあちゃんと説明してって言われるとちょっと自信がないですよね。なんとはなしに済ましてることなので、ね、久保さん、はい、デオデオですか、そこデオデオ、そう、はい、そこの前はデオデオですね、はい、あそこの社長さんで、久保さん、はい、ね、あの方を一回取材したことがあるんですよ、俳句のことで。そしたらね、あの方のお嬢さんかな、やっぱり外国へ留学されて帰ってこられたら、やっぱり必ず神社仏閣をね、連れて歩くんですと。で、日本の文化をね、噛みしめてほしいというおっしゃってましたから、だからやっぱり向こう行って初めてね、もっともっとやっぱり私たちの文化が美しい、そして大事なことだというのを本当に今度認識するんですね。はい、できました。次はラムアムラビタブツ、ラムアムタブツとラムヤホーを置きます、はい、ね、こういう順番になってますね、はい、ひらがなはもういいですからね、はい、はい、でも外に出てみないとわからないですね。わからないことたくさんありますね。それとやっぱりお国柄というかね、違いが、その向こうへ行ってみないとわからないことがいっぱいあって、でだからこそ今度こちらへ帰ってきてね、その大事さがわかるというね、それがありますね。こう普通に身近にある時には本当気づかないですけどね、ないところ行ってみて初めて分かるっていう、いいですね、文字を書くって面白い。一体そのこういうアイデアはいつ浮かぶんですか、先生。いつと言って、まあ、俳句や川柳をねやってますので、まあそれよりもですね、やっぱり日本の文化継承というものをね、考えて、それからもっとねやっぱり楽をしようというそのこともありますね。なるほどね。まあでもあんまり肩ひじを張ると、そのいろんなものを継承するにもあまりにも若者と離れすぎたり難しすぎても、そうです、ね、だからこういうふうにこう入りやすい、あ、できましたね、そしたらね、はい、この今度は瞑想禅というのを英語のところを書いてください。ちょっとはめていいですか、ずらす、ずらす、ずらす、瞑想禅とここですね、はい、先ほど45年やってますって先生おっしゃったんですけど、45年ぐらい前からやってるっておっしゃいましたね。そうですね、1968年ぐらいかな、でもこれをやったのはあれですよ、2年前です。私俳句しか知らなかったので、渡り俳句も変わってるなと思いましたけど、渡り、あのね、
あれはやっぱりあれもですね、その俳句川柳というのをですね、皆さん遠い世界と思っている方がたくさんいらっしゃるんですね、日本人でも、そうするとそれをいかにね、そんな難しいことじゃないんですよと、誰でも楽しめますということを分かっていただくには、じゃあどうしたらいいかなと。それから外国から来た方が俳句の世界言ったらな、もうな長いですよね、ですから肝とかをあまりやかましく言わずに、でまず作ってみましょう。そして今ある記号っていうか季節感を大事にするね、それらをやり始めて、そしてまず3人で作るのを簡単にね、それを提唱したんですよ、だから、日本人の初心者もね、上の句だけ言っとけば、あとはもうどなたかがねそれを続けてくださる、で最後の方はやっぱりベテランがね、記号がなければ記号を入れるというね、そういうことにして、だから3人で作るのでね、それも簡単なんですよね。そうですね、そこまではいい。そうしましたら、はい、一番下の空間のところへ、心願成就、あなたが今ね、今度は欲を出してもいいですよ自分のねお願いを成就しますように、心の願い、成就と書いてください、こう横に、心、心の願い、成就、成はなるという字ですね、そう、そうですね、そしてその隣に日にちを、今日の日に、2011年8月11日ですね。そして自分の名前をその横に書きます。はい、これで皆さんのお願いが成就します。これは大事に大事に神様にね、仏壇でしょ、ね、ご先祖様に、はい、ご苦労様でした、ありがとうございました。そしたらですね、できました、一応ですね一応これをじゃあ今度はですね、はい、読みましょう、ね、はい、あ、これをね、はい、このまず俳句の方はですね、俳句朗詠というのが、宮中のお歌会の、格調高く、格調高く、はい、読み方はですね、上の句を手のひらの蛍を月に放ちけり、はい、行きましょう、はい、手のひらの蛍を月に放ちけり、はい、次、広島の沈もる中を蝉度胸、そしたら拍手で、次は文化人、川柳の方ですね、これはラップ調で楽しく参りましょう文化人、肩が凝ります疲れます、文化人、肩が凝ります疲れます、2回言います、はい、どうぞ、文化人、肩が凝ります疲れます、文化人、肩が凝ります疲れます、はい、次お客人お客人素直、受けてしまった、どうぞどうぞ、はい、お客人、お客人すぐに出られぬクールビズ、お客人すぐに出られぬクールビズ、はいはいこれ私じゃん大変、お客人来られたんですね、ね、そうね、はい、それから今度はですね、いろはにほへとを全部言いますね、はい、はい、これは普通通り読んでください、はい、いろはにほへとちりぬるを
若代垂れそ爪ならん上の奥山明け福を得て朝木夢し愛媛もせそん。はい、次は南無阿弥陀仏、それを3回唱えます。ナムアミダブって言いたくなりますよね。ナムアミダブって、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。次、ナミョ。だって私あの秋元なんです。あ、そう。はい、はい、では、うん、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。これで終わりです、はい、ね、禅は何であるか、はい、ね、はい、それから写経はどういうものなのか、はい、あらかじめですね、はい、大体のことがお分かりになったと思うんですよね、それで本当に真面目にやろうと思ったらですね、もうこれをやっぱりね真面目にやったんですよ、先生。毎日何回も書くわけですよね。黙ってね、黙って、ブチブチ言わないで、そうそうそう、仕事とかね、あー、開けました、そうですね、はい、うん、楽しいでしょ、ねえ、これね、同じね、あれしたのに全然違いますよね、うん、二人ね、やっぱり違う、いや、力強い、ちょっと力が入りすぎて、私のはふにゃふにゃして、文字ってやっぱりあの文字そのものの層を見る研究してる人がいるぐらいで、うん、文字ってその人そのものを人格がね、はい、表現するのでやっぱりあのいろんなことが分かるらしいんですよ、うん、民謡にしてくるドキだからやっぱり字が下手じゃないか、人が違うと文字が違って、ね、その文字そのものをまたそれぞれの性格を持って表してるんです。そう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 。だからあのそれを専門に何十年も研究してくる人もいるぐらいなんですね。で同じね下に写したのに違うんですもんね。だって不思議でしょ。だってね、それってあの下敷きがあるわけだから、そうそう、同じにできそうなものだけど、全く違う。自分のはね、面白い。ね、いやいやいや。ちょい加減な性格が出た。楽しかった。いいですね。これちょっと参考にさせてもらって、ね、うん、でこのなんかいっぱいここにリストがありますけど、はい、今やったのが拝龍写経なんです。そうですね、これですね、はい、観光客も体験をおすすめ、はい、お茶とかあのお食事とか、そういうふうに、それでね、この後にお食事があるんです、あら、まあ、コースだと、そのね、はい、そのお食事は、何もお塩だけつけたおむすび、それからたくあんだけです、あら、それからお茶、お茶、うん、でもこれに団子とお茶がここにはね、まあこれはね、うん、庶民的なんですけどこの時はですね、あの正しくやる時には今のね、終わったら、皆さんでね、お腹を空かしていただいて、それで出てくるのが、真っ白いおむすびです。お塩だけ。それであとはたくあんだけ。ご飯を上手に炊かないとね。そんなよくはない。そんなよくをしてる。ね、よくをしてます。そしてお茶をいただいてね。でこれはね、なぜか言うと、昔あのお殿様がね、とってもそれこそ美食家で、次々あの美味しいもの出せ、美味しいもの出せと言ったのね。そしてその下の人たちは困ったわけですね。そしたらそこへお嬢さんが、私に任せなさいと。そしてその殿様にね、食べさせなかった、ずっともうね、いくら持ってこいと言っても持っていかない、もうお腹がもうキューキュー言うまでね、何も与えなかった、そして持って行ったのが、その真っ白いおむすび、ね、お塩だけ、そしてたくあんだけつけて、そしたらお腹が空いてますからお殿様はね、もう美味しい美味しいもんね、そう、こんな美味しいものあったのかというね、そこで殿様は改心をされたわけですね、ですからそういうことでたくあんお嬢という名前がつきました。
たくあんさんね、はいはい、だからそれにちなんで、うん、皆様も今何でもその美食家でね、グルメで次々 ね、 ね要求しますけれど、たまにはですね、3日間食べないでお腹を空かして、そして白い塩だけのおむすび、そしてたくあん、それを食べたらね、やっぱりいかに私たちが常日頃ね、わがままなのか、そうですね、贅沢なのかね、それのやっぱり反省の材料になると思いますね。だからそれをこうお話しするされるのに、の塩むすびとそうそうそう、いいですね、だそうです。それでこれは一通り終わりますね、これが西流社協の人、皆さん経験したされたい方はぜひご連絡ください。楽しかったです。で次は次、ね、じゃあこのね、気になってるハーバード大学イグノーベル賞日本版、この話を聞きたいと思います。これはですね、あのイグノーベル賞は毎年10月ですね、発表があるのは、ハーバード大学のサンダースシアターでね、発表するんですが、その時のね面白いのは、あの皆さんがですね、発表するのに本当にわずか1分ないかもしれないですね、そうするとその時にまずね笑いを取らなきゃいけないんですね。スピーチで、しかも今度ね長く話してたらね、可愛い女の子が、飽きちゃったもうやめてちょうだいっていう来るんですよね。それで、私の方はそれを真似てですね、やめてちょうだいじゃなくって、うちの方ではその祝勝者がね、その方々には2分間あげる、あのスピーチの、でそのスピーチの中にやっぱり笑いを取るのが本当は決まりなんですけどね、2分以上しゃべったら、皆さんが会場でね、紙飛行機を追って待ってるんですよ。そしてタイムキーパーがこうやってね、時間を決めるでしょ、そしたら一斉にね紙飛行機を飛ばすんです。それがやめてちょうだいっていう、あのサインなんですね。それでそのステージで喋っている方は、いやもう1分喋らしてっていうね、その方は1000円を現金を持ってステージ上がるんです。そしてその1000円を飛ばして、もう1分我慢して聞いていただくと、それでね、ある方はね、3000円持って上がった方いらっしゃるんですね。今度のこれ第6回ですけど、第4回目の時なんかはね、3000円持って上がった方いらっしゃった、第5回も2000円か3000円持ってたのね、だまあ今度長すぎるので、やっぱりもう1000円だけ決めたんですよね。でも1分以上は、もう1分以上はダメ。ダメ。それでその1000円出した方のね、そのお金は今度は集めて、それを盲導犬協会へ、あの寄付するんです。ああ、そうなんだ。だから1分ね、過ぎた方は1000円を出さなければならないですね。もうじゃあもう吟味して。私はあの、一昨年、ね、あの広島でされた時に、伺ったんですけど、あのびっくりするような人がたくさんいらしてます。あ、そうなんだ。元 NHK のアナウンサーの人とか、なんかね、びっくり。あのね、大学の先生方、あの方々がこれに、あの賛同してくださってるの、それで山口大学の学長、あの方は心の広い方でね、でそれの支援者の、あのトップになって、スペシャルサポーターズ、そういうのを総長になっていただいてるね、それから三重大学の学長も、それからいろんなところのね、あの広大の学長もね、いろんな方がね、これの支援者に入ってるんです。へえ、ね、今年はどんなことになるんですか。今年はですね、ちょっといろいろなことが日本でありすぎて、何があるんですか。東京でね、地震がね起こらなければいいと思うんですけど ね、 11月6日です。で午後1時からやるんですけどね、これですかね。これですね、これですね、だから哲学、工学、医学、文学、
環境、科学、平和、芸術、うん、それからもう一つこのね、その他、その他こんなものあったらいいなっていうね、そのアイデアだけでもいいんです。はい、先生、それはだからあれですよね、バカバカしいほど面白い方がいいんですか。いや、面白いだけではダメなのね。やっぱり、あ、そんな発想私になかったな、うん、へえ、やっぱりね、笑わせてあんなバカバカしいでもっていうね、それがあった方がいい、ちょっとスパイスが効いてないとダメわけですね。なるほど ね、だからちょっとやっぱりあのひねりがいりますね、うん、それと。いや、だからカラオケがそれなんですよね、うん、あれがあの東京取らずにね、全世界に、ね、普及しました ね、 で、 あんまり立派なのはね、ノーベル賞で本物のノーベル賞を取ればいいわけ、これはイグノーベル賞なんですね。なんか前なんかすごいおかしいなんか中の匂いを発見、うん、あのね、山本真由ちゃんっていう方は、ね、うんうん、あの牛のね、糞からバニラエッセンスを抽出して、でそのバニラエッセンスを使ってアイスクリームを作ったんですよね。そうだった、そう、なんかすっごい話題になりましたよ ね、 ね、それからあと旦那さんのパンツにね、シュッてやったらね、浮気がバレるとか、ね、それからパンダの糞を使ってなんかいろいろね、それから犬の翻訳機とか、犬の翻訳機ありましたね、ありました、ありました。だからそういうこうね、あの面白さがあって、これでへーっていうようなね、それがいいですね、何かありませんか。だけどなかなかそういうのもね、ないですよね、ないですよね、発想がね、柔らかくないとね、でも、なんか楽しいですよね、ね、なんかないですか。ちょっと今思いつかんでね、広島でなんかあるんじゃないですか。広島結構いろんなことをね、されてますから、ちょっと皆さんに呼びかけてみて、そうですよ、今募集中ですよね。募集中です。そうです、そうです、作品、これでね、自選多選、賞がまた素晴らしいですね。賞は何でしょう。賞はですね、世界文化遺産、広島、宮島の宮島文字でございます。ね、手彫りかしてる。メシトレと。メシトレというね、そう、その文字、縁起のいいものですね。飾られますよ、家にね。もう、目の検査もできるし。ね。ぜひ皆さんね、振って、振って応募してください。まだ大丈夫です。アイデアは早いが、ね、早いもの勝ち、早いが勝ち、遊び心いっぱい、基地に富んだ作品、まず爆笑、すごい、拍手喝采っていうのを募集、そう、募集、11月まで皆さん、ね、考えましょう、ぜひどうぞ。そう、今年はだから、東京なんですね。ですから、東京でも申し込んで、まず申し込むのにはこの紙、これね、これで、これに書けばいいわけですよ。箇条書きでも結構ですからね、ここにね、部門を書いて、哲学部門とかね、工学とかいろいろ書いて、哲学とかちょっと無理だからね、に哲学ねえ、哲学はね、幅広いですから ね、 芸術に関する2分以内で表現か、シン君、芸術に関するの2分以内で表現可能なものは、いかが、ね、ちょっと短いですね。平和に関するもの、平和に関するもの、作品ね。ねえ、なんか皆さんが考えてくださいな。内容を書いて書け。こちらですね。いいですね。はい。これが2匹目の土壌賞ですね。1匹目の。ですから、1匹目はですね、やっぱりハーバード大学なんですよね。で、2匹目がこの日本のこの文なんですよね。なるほどね。で、その2匹目というのはね、でも、あの、バカにできないんです。そうですね。2匹目こそね、幸せの土壌なんですね。幸せの土壌。二匹目ですから。めったに釣れないでしょ。そうね。ですから幸せの土壌ね。なるほど。二匹目は難しいですよね。難しいですよね。一匹目は釣れるけどね。そうね。なんでまた先生これを発想された。二匹目？
うん、やっぱりハーバードが1匹目よね。あ、だから日本でそのしようと思われる国産2匹目の土壌賞をなんでされようと、やっぱりユーモアが、ユーモアですね、うん、それと、うん、やっぱりね、あのノーベル賞取れないじゃないですかね、何十年もかかってね、ようやく偉い方が取るわけでしょ、ね、庶民はね、そんな20年も30年も我慢できません、ですからこれなら、すぐでも取れる可能性が可能性があるありますね、はい、あ、なるほど ね、うん、ね、ちょっとなんか発想しよう、そうなんや、うん、まあね、ワンちゃんの翻訳もできてしまったしね。そう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 、うん、でもそれはワンちゃんの翻訳を作ったのをこれにそういう添付して持ってかんやけど、いやいやいや、アイデアだ、アイデアだから書くだけでいいんですね。じゃあこれアイデアだけなんですか、うんうん、じゃあなんかいろいろ書けばいいじゃん、まあ、あのね、例えば自家用発電のあれをも、うん、あの作られた方、あの方は工学の部でね、でそれは実際作ったのを、あの持って行きました、だからあんまり大きいものは ね、 そうですね、ロボットとかなんかはねちょっとね、ですからやっぱりここにふさわしいようなものですよね、庶民的で、庶民的ね、自家発電でも犬がこう、そう犬の尻尾につけてピタピタって回るとか、そうですね、あ、なるほどね、それで会場へやはりその写真を添付するとか、それをずっとこう貼りたりするんですよね、あとプロジェクターがあって、そこで今度みんな映し出して、そこの表彰式ですから、それで入選した人の写すんですね、でそれからスピーチをするんです。あ、それが2分以内よ、そう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 、もっと喋りたかったら払うんですね、1000円、1000円ね、飛ばすんですいいですね、ね、なんかないかしらちょっとね、考えてください、まあ、アイデアって大事ですね、だってアメリカではもうアイデアが浮かんだ瞬間に特許が取れるぐらいのレベルですからね、アイデアってやっぱ大事、アイデア、だからあのカラオケを取られた、いやカラオケでね、あの井上さんっていうんだけど、あの方は2003年に受賞してるんです、イクノーベルを。それでアメリカへ行ってハーバードでね、そしたら行く前にね、スピーチをどうしようか、英語できないって随分悩んでね、だけどいろいろこう考えて行ったら、アメリカでね、君が言おうとしてるのはね、そんな私は何々でっていうのね、そんなこと言ったらもうダメになっちゃうよと、だから英語できないんだから、できないなりの言葉でやりなさいって言われて、そしてやったのがね、あの My name is だけ言ってね、そして I'm from Japan サムライ、ね、カラオケってそれだけなんですよ、ね、でもそれで分かった、それで分かるでしょそしたらみんながね、わーっと拍手になって、スタンディングオベーションって言って、みんなこう拍手立つじゃない、それがね初めてですって。へ、だからカラオケで分かるわけですよ。そうです ね、だから今回いただいたあの増川先生かね、ノーベル賞の、あの先生がガンとしてね、僕は日本語しかできないやられたでしょ、ですからあれでいいんですよ、ね、なるほどね、何も無理してね、英語を使わなくてもいいですね、自分らしく、自分らしく、だから今回 の、 その投票でやるのもですね、広島弁でやってほしいですね、あ、広島の方は広島弁で、広島弁 で、 広島弁で ね、 ね、ああなるほどね、じゃあなんかちょっといいアイデアをちょっとひねり、アイデアさえあれば ね、 ね、それがない、それがないそれがないかも、まだ間がありますので、間があります、間があります、企画会議をせんとき、ね、そうね、これでね、これが私の小さなね、これ句集ですね、そうそう、気になってたんですけど、あ、ね、あ、先生の句集、これね、初煩悩も、そうそう、これ煩悩も少し残りて初日の出、ね、そしたらローマ字で書いてある、それも全部これ下にね、ローマ字を入れてます、ね、うん、それからこれ、この嫁が君というのはね、これが綺麗な言葉ですよね、そうですね、ね、お正月
三が日だけは、ネズミが来てもですね、あ、ネズミ来たって言うんじゃなくて、嫁が君が来たと。日本語って本当に美しいですよ、ね、綺麗でしょ。ネズミのこと、ネズミのことを嫁が君と言います。知らない、ごめん ね, ね。ですからこれをね、やはり継承したいんですよね。そうですね、うん、美しきことの葉来たり嫁が君、ね、ネズミを見たこともあんまない、ねね、最近はね。それからこれはチル様も美しきかな、桜かな。でここにこれがこれ出てますね、これ、ポンポンポン。これはですね、パソコンでやって、いろいろこう、これにも意味があるんですよ。全部これ、ここの言葉です。はあ、そうなんですね。はい、あ、だから変換を違、そうそう、変換で違えてね。はいはいはい。なるほど。それからこれはね、恋しさをギュッと束ねたブーケです。これは悲しい歌なのね。今から大好きな人がね、どっか行っちゃう天気になる、ね、それで足火これ、まあ花束ではないけれどね。これですか。あ、これは三桜、ね、白木十字の花すいま、全部これローマ字でね、入れてます。それから、あ、これがね、大事ですね。これ桜隊、あの、あれ、平和踊りがあります。ありますね。新藤兼人さんが映画を作っちゃった、桜隊散るとかいう映画見たことある。 あのね、ここに書いてあるけど、丸山貞夫さんね、そうです、あの方の演劇隊が広島で ね、亡くなられたわけですね。呼吸制原爆症なんてだんだん亡くなって、全部亡くなられたんですよね。残った方もその姿とかが、リアルに表現する、それがあの NHK の近くでね、この日が立ってるんですが、皆さんやっぱりわからないと思うのね、あそこにあるの、ね、やっぱり平和公園だけ見てね、で帰られると思うんですね。それからこれが今の半眼に、おわすみ仏風薫る、半眼ね、半眼ね、これは背中にも遊び溢れて、これ全部先生の、はい、遊び溢れて五月祭、ね、それから春の日や水遁くのいち、くのいちは女の忍者ですね、はい、女忍者がくのいちと言います、はい、なんか軽やかですね、はい、これはですね、五七五ではないですけど、はい、だいたいこちらの旦那様のような方がですね、めったにお料理しない方だけれどもね、手のひらに乗せたお豆腐ね、さてどう切る、あいいですね。それからこちらはもうここからね、川柳ですね、手のひらに乗せたさてどう切る、関心の沿線上に君がいる、これはね、若い人にね、それからこれ、これがおかしかった文化人方が凝ります、疲れます大変だ、ね、これはね、もう自分が文化人ぶっても肩こるじゃない、肩こり、ね、相手が文化人でも肩こりますよね。そうですよ、ということで、これ川柳です。面白い、ね、ですから時々ですね、こういう風な会を開くんです。あ、なるほど、ね、七夕の時は星を探そう、恋を語ろう、恋を語ろう、恋を語ろう、でここに英語のね、そのあれも説明全部英語で書いてあるんですね。もう自由自在ですね、先生本当にこれですね、日本語を世界共通語に既存理念においてすっごい、私の発想それです。一番最初にね、国連でね、日本語はないんですよ、だから日本人は英語でやらなきゃならないでしょ、で他の国はね、例えば書式がなくてね、通訳の同時通訳が入る、それはいけないことでしょ。なんで日本人はね、だから、私がやっぱりその時の発想がね、日本語を
世界共通のにするためのまずはじゃあ俳句から入ろうって簡単にね、遠大な計画、遠大、もう新遠望料というかね、 ね、でも心願成就とか心願成就これをやればねなるかもね。だから今頃ね私のそのお願いが叶ってきてるのです。少しずつ外国の方がね、日本語を一生懸命勉強して、日本語上手な方たくさんいますよね。そうですよね。初対面の方に私は日本語で話しかけます、外人の方でね、そうですよ ね、新日本人って相手が外国人だと英語で話しかけてしまうけど、ここ日本なんだから、ね、向こうも日本語で話したいと思ってきとるわけだから、そうそうそう、いい、ね、日本語で話しかけてあげた方が親切だと思いますね。あ、ここは日本だ、英語が通じない、フランス語が通じないってね、その実感がね、私はかえっていいと思います。じゃあ堂々と日本語でしゃべる、そうね、下手にあれするよりね。それでもう一つはですね、私のおすすめはカチカチ、食文化もありますね。食文化、食文化これはですね、やっぱりスイトンって昔ね、その戦争時代に食料がなくって、大変な時にね、スイトンを食べたんですね。そうです、ね、それでうちの母はね、スイトンってすっごい美味しくなかったって、美味しくなかったって皆さんおっしゃるでしょ。今のスイトンすっごく美味しいって、だからそれをね、やはり皆さんに体験してほしいわけで、そのまずいスイトンを出すわけじゃないんですよ、今はねとっても美味しいのを出すんですけど、その中に今のその昔のね、話がそこにいっぱい出てくるんです。食べに皆さんがね、ご覧になって、そうするとご年配の方はね、私たちが初めて聞くような言葉が出るんですよ。お国のためとか、ね、それからなんだっけ、この電気のね、電気をつけてたらいけないんですよ。あ、灯火完成、そう、そういう言葉とか、国賊とか、ね、そういう言葉が出るんですよ。そうすると高校生とか若い頃はね、初めて聞く言葉なんですね。ですからこれを主題にしながら、食べながら、そういうふうな歴史をね、お互いにこう分かり合う、そういう会なんです。ですからいつもスイートン食べるわけではないんですよね。お正月はお粥を食べるとかね、それからバレンタインの時にはチョコレートね、プレゼントするとか、そういうのこう季節感を兼ねた食文化をやるんですね。地産地消、ええ、そうですね、やっぱり食べることっていうのはこう、受け継いでいかないといけないことですね。そうですね、七草とかね、そうなんだ。でね、もうすぐお盆ですよね、見たらお盆の時に、向かい火をこう炊きますよね、そしたらね、なぜ炊くのとかね、そしたら仏様をお迎えするのにね、向こうから来るのに暗かったら見えないでしょってね、明かりをこう求めて来るようにとか、それからお茄子とね、きゅうりにね、箸をこう刺してね、おんまを作って牛を作りますね。でなぜあれがそうなのかっていうと、やっぱり仏様にね、一年の間に来られる時にはキュウリのね、あれをおんまに乗って早く来てください、ね、そして帰りは今度ゆっくりとね、名残を惜しみながら牛に乗って帰ってくださいっていう、ナスは牛なんですね。ですからそういうふうな継承するね、私たちのまあ優しいそのね、昔の人ね、そうやって迎え火を焚いたり、お迎えする、お送りするね、そういうのをやはり次の世代に伝える方がいないと困るわけですよね。広島でもなんか送り火とか迎え火から軒の下、家の前ではしないけど、ちょっと九州なんか、前九州行った時に、ちょうど送り火の日だって、みんな特地でやっとられたんですよね。そうですか。ないですよね、広島に。広島独特です。この島は九州だから、そう、九州はね、しますよ。要するに火を焚いて迎えたり、だから戸口戸口それぞれのお家がやられるんですよね。
だからその時その時でやっぱりちょっと違うんです、ね、でも広島はあの派手な、ボン道路がね、あれがすごいですか。あれはびっくりしました。いや私ね、あれが怖かった、なんとなく、うん、ね、そうでしょうね、迫力ありますね。あれはでも最初は念願部だけだったんですけど、うん、もうどん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 広がって、うん、今もうすごいあれたくさんね、うんうんうん、あの広島の文化みたいになってるけど、本当にね、沿岸部だけだったんですよね、そのちっちゃい頃なんですね、うんうんうん、まあ、なんやかに言いながらもう、あら、そうですね、で でもこのお一人様党も一人戦なんですよ。お一人様党はですね、はい、これ政治活動ではないんですよそう、独身の人が、ね、そうではないってやるんではない、それじゃなくてですね、やっぱりお一人様ってこれからどんどん増えると思うんですね、そうですよね。それで今ご夫婦の方もいつお一人になるかわからないので、そういう方々は一緒にね、お勉強し合う、異文化異世代人脈交流ですね、でいろんなお話をしながらその中でね、あのいろんな交流をする、そういう会ですね、はい、これはいつどこでやっておられる。これはね、毎月1回やるんです、毎月1回、はいはい、中通り、中通り、中央通りでね、中央通りで、はい、やっておられる、それからここにあの五病療法ってありますけど、はい、これはですね、ぎっくり腰を私ね、すぐ治すんです。ぎっくり腰の方は私を訪ねてください。その場で治しますから、あのね、まじないするわけじゃないんですよあのね、飲むのがあるんです。薬を飲んで、飲みながらそのぎっくり腰のところへね、こんなちっちゃいのね、ギューッとこうやってね、押しながら貼るんですよ。そうすると今まで腰が痛いってこうなって立ってた人がね、はい嘘じゃないんです、本当に治っちゃうの。そしたら歩けるんですよ、スッ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 と。今までもね、5人治したので、治したというか治ったので、だからあまりね、下手にそのぎっくり腰だからってギュッとなんかね、やったり、いろいろやる必要ないんですよ、それをこう貼ったらね、自分でもできるんです、それを。肩こりもいいんですか。肩こりはあんまりね、ぎっくり腰は痛いから、その如実に分かるんですね、あ、効いたっていうの分かるんだけど、肩こりの場合ちょっとね、まあ腰痛はちょっと、治ると思います。だから腰痛持ち多いですもん、うちの旦那さんも腰痛持ちだもんね、うん、あの方、あ、そう、あの方、あの方でも先生、活動が多岐にわたっていて、それでここ一番右上、すっかり忘れちゃった面白い英会話、これはですね、進級チェックなんですね。ですからもう一番下からですね、あの100段階あるんですよ。カースト制度がね。そうしたらあのこうやってね、チェックするでしょ、そしたら自分で忘れたのがね、あ、そうだった、それでそれ100点ね、それで60点以上取ったら次にこうどんどん上がっていくんですね。そうしたら分かりやすい、自分の忘れたところがあのチェックできるんですよ、あの皆さんがね、英会話やりたいな、覚えたいなっていうのはね、まずここにいるそのあれなのに、ここのレベルを思っちゃうんですね、自分の今の日本語は高級ですから、ね、上級でしょ、今の日本語、それをやっぱり幼稚園になったつもりで、ここからやっていくともうだんだん覚えるんですよ、で興味を持ってくるのがこの辺からでね、自分でやりたい、もうやめなさい、やめなさい言ってもですね、やりたい自分で勉強するね、そういうふうにだんだんなっていくんですね。ですから簡単なところからこれ入るんです。私なんか ABC からやらんといけない。いや、それからでいいんですよ、あとこのカラオケね、カラオケはやっぱり月に2回やるんですけど、英語のカラオケをやったり、それから外国人の方がね、旅行で来られたら一緒にやったり、それがね、向こうの方々は自分で入れるのが早いですカチ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 、だからね、これもお国柄がありまして、アメリカ人、イギリス人、ね、フランス人、イタリア人、いろいろ、イタリア人がおられたら、もう皆さんは日本人は遠慮してこうやっていたらね、一曲も歌わないで終わっちゃいます
あ、そうなんですか、はい、自分のどん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 次から次入れちゃうんだ、うんうん、入れちゃいます。すごい自己主張が、え、もう楽し、自分が楽しむことに、はい、もう積極的な、うん、そうですね。だからイギリスの方はちょっと遠慮されるけどね、だけどイタリアの方はもうポポポ早いですから、うん、へ、で国民性が出るんだ、出ますね、へ、うん、これカラオケですね、はい、うん、カラオケを、うん、あ、それともう一つね、もう一つあるんです、これ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 、はい、これは私のストーリー、いいですかね、はい、ストーリーサロンといってね、サプライズ、ちょっとメガネを、ストーリーサロン行って この、はい、これが前編なんです、はい、そして前編に対して、はい、あなたが作者になるんですね、あ、作家気分で、たった500か600字でね、書くんですよ、これの後編を、はいはい、だからこれは小学生、中学生用です、はい、だけど大人用もあるんですよね、そしたらそれは最高点というか、上手な方には1万円差し上げます。で小学生にはここに書いてあるように消しゴムと素敵なノートね、いいですね、ね、うん、あげるんです。ですからこれはね、お子さん、あの小学生のね、夏休みの自由課題でね、やられたらいいんじゃないかなと思うんですよ。あ、後編の続きを書くんですね。そう。へえ。それも短くね。これ先生が考えられたんですか。はい。これはもうこれも20年ほどやってるんです。はあ。今の子はね、大人用のあれはね、やっぱり600字以下。600字以内。でこの間あの広島テレビのね、前アナウンサーだった新宅さん、あの方があの特典取りまして、あの方が1万円賞金獲得ですね。でこれはまだ今出たばかりですから、中学生高校生、本当大人でもいいんですよ。今の子はね、なかなかね、面白い文章というか、創造的な文章を書けないんですよ。そうですね、ええ、それと発表力がすごいですよ、今の人は。ああ、そうなんだ、もう全然ね、あのシャイじゃないですからね、もうパッと手を挙げて何でも言いますよね。あ、今の若い、今の子、あ、今の子の方が、うん、昔は ね、なんかね、みんな誰かが言ったらとかね、笑われるとか、遠慮ありましたでしょう、だけど今の子またちょっと変わってきたんですかね、すごい賢いですね。あ、そうなんです、はい、そうなんだ、まあ、両極端なのかもしれませんね。そうね、あ、そうかもね、すごい賢いというか、積極的な子たちと、それからすごく引っ込み思案な、そうかもしれない、そうかといって、あの本当ね、あの極端かもしれない、このお一人様はなぜが、なぜかね、やっぱりその男、若い男性がね、引っ込み思案ですね。あー、わかる気がしますね、女性の方はハキハキとしてね、男性もっとしっかり、遠慮なく、でもおばちゃんも積極的よね。女性の方がなんか、そうです、推しが強いんですよね。そうね。私男性はね、あの深く広く考えるからだと思うのね。あ、なるほどね。そうですよね。確かに男性は考え深いところがありますね。考え深いですね。女性はもう感性でパッと言いますからね。そうですね。感覚的にね。そうね、今まではそれで許されてたんだけど、もうこれからの女装っていうのはまた違ってくるでしょうね。そうですね。ね、いやいや、なんかあまりにもポケットが先生、そう、大きくいらっしゃったので、あっという間にもう、本当ですね。じゃあ、締めよう。締めよう。締めよう。はい、また、はい、あの第2弾ね。そうですね。またぜひ来ていただきたいと思います。はい。で、あのもしいろんなことが、今いろんな話をしたんですけれども、興味がられる方は、そうですね。ですね。はい。あの、生アットマークのクミのコーナーに、クミちゃんの、はい、問い合わせていただいたら、そう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 、はい、あのゆかりのブログに問い合わせていただいて、そうですね、お一人様となんかいいかもしれませんし。
しね。そうですね、はい、なんかいろいろネットワークが広がりそうですよね。ありがとうございます、はい、また、はい、で皆さん国際に2匹目の土壌紹介を頑張りましょう。チャレンジしてください。チャレンジして、ね、そうですよ、うん、まあ面白いってまた報告して ね、いただけるようになったら嬉しいですよ ね、はい、ここで11月11月、はいはい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あっという間でしたね。あっという間でしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。